今回使っていくのは無動。無動は特性眠りブレイク大と電撃ブレイク大を持っており、さらに確定2回行動という特性を活かして、1回目の行動でジゴデインを使い、2回目の行動でラリフォーマを使うコンボで相手を起こさずに一人で眠りと攻撃をやってしまおうという戦法になります。残りのメンバーはこんな感じ。それでは早速やっていきましょう。さあ、最初のお相手はシールド小僧とスライムファングということで、まあ、スライムファングがちょっと怖いから、まあ、ここはちゃんとみんなで身代わりしつつ、ここでレリパとインテを使わせていただきます。これによって賢さが上がるので、ジゴデインの火力が上がりつつ、さらにラリフォーマも賢さが依存してくるんで、インテで賢さを上げることによってラリフォーマもかかりやすくなるというこの最高の戦法。いや、これが偉いね。ちゃんと眠りもね、魔法で付与させることができるんで、かなり眠りも効きやすくなってるんじゃないか。さあ、凍結カードナイス。これも偉いね。相手がなんか魔法カンタとか持ってる場合に、解除方法がワルボーしかいないんで、だいぶワルボーは大事。で、賢さアップで一気に火力を上げていく。まずはジゴデイン。素晴らしいダメージ。さらにラリフォーマー。最高だぜ。素晴らしい。で、さらに道連れで、スライムファングも動けなくなる。もちろんシールド構造も動けないという最強の布陣で武道さん動きます。さらにジゴデイン。さっきの火力は相当高かったんで、これは倒せるでしょう。さあ、まずはマダンテで一気にダメージを与える。オッケー、ナイス。さらに、ジゴデイン呪文暴走。最高。オッケー、強すぎる。対戦ありがとうございました。さあ、これが武道さんの眠りだ。さあ、続いては、リーズレット・ワルボー・ハデスナイトということで、まあ、ハデスナイトの2回コードがやや怖いけど、まあ、いつも通りインテで行かせていただこうかな。まあ、たまに身代わり使うのもありだけど、ここは多分ワルボーが相手身代わり使ってくるんじゃないか？どうだ？使わないんだ。じゃあ、マダンテかな？ちょっとワルボーがやられる可能性がある。はいはいはい、そうだよな。で、ワルボーが、まあ、もちろんやられます。で、根に持つタイプで動けなくするけど、さあ、ここで、マヒャデドスと、まあ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 、これは大丈夫か。さすがに無動死にはしないでしょ。で、根に持つタイプ発動で動けなくするナイス。眠り攻撃、大丈夫か。さあ、我々の動く時間だ、ジゴデイン。偉い。ここでラリフォーマ使わないの偉い。ちゃんと戦力奪いだけど、相手が二人動いていない時は、ちゃんとやってくれる、ありがとう。ただ今動けないんで、ここはお互い様。で、素早さがお互い下がってるんで、おそらくリーズレットが先に動く。だから、やばくね。え、じゃあ負け。あ、これ、終わったか。さっき確かなんか、400ダメージくらい食らってたよね。あれ終わり。俺、死んだ。うわ、最悪だ、そっか。いや、これどうするべき。うおー、ナイスすぎる。待って、バーチャルよ。来た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 、これ来た、これ来た、ナイス。さあ、ジゴデイン暴走バースト999でしょ。素晴らしい対戦、ありがとうございました。ほぼ負けてたけど、最後まで諦めちゃいけないんです。バーストという要素があるからね、みんな。さあ、続いては、うわ、これ強いやつだ。コアトル&神様。まあ、だいぶテンプレ的な編成ではあるけど、回復使いつつコアトルでビッグバンという流れでしょう。だから、まあ、こちらもね、身代わり使ってコアトル封じつつ、インテ使ってね、ジゴデインで一気にダメージ与えるという流れでいこうか。眠らせられたら相当でかいぞ。さあ、おぞましいおときに。いや、これ待って、休みやだ。オッケーオッケー。大丈夫。いやー、休みになっちゃうか。ビッグバン。ただこれは多分ワルボーがやられてくれると思うんで、これで、コアトルを封じれるはず。よしよしよし。動くな。3回行動すんな。よしよしよし。ジゴデイン、ナイス。で、一人動いてないから、多分頭いいから、ジゴデインにしよう。オッケー。一人動かないとちゃんとラリフォーマー使わないでくれるの偉すぎる。で、神様が回復して使っちゃうから、まだ次のターンじゃ倒せないと思うけど、まあここはジゴデインでしっかりと倒させていただこう。で、マダンテ使うことによって、ダメージ与えるが、まあ、そんな食らわないか。で、ホーマーズン、はいはいはい。確実な回復カード、ハッスル、はいはいはい。コアトル倒せるか。いや、ダメージ量的には神様狙いか。神様倒したいな。どうだ。いや、倒せない、休み。ね、
これはさすがにジゴデインからの身代わり使わせていただこうかな。でもう一回コアトル封じれれば、もう一回コアトル封じたのめっちゃ強くね。よく考えたら。で、絶対神様は回復しか使わないから大丈夫。で、ビッグバンで封じる。あと2ターンあればいけるか。さあ、コアトルは素早さ下がってるから先手取れる。ラリュー、ナイス天才がいる。石となり、永遠の時を眠るがよい。さすが、ムドウさん。これが眠りの力。悪夢に封じ込めるんだ、コアトルと神様。神だろうが何だろうが、ムドウさんの眠りの力の前では無に等しい。さあ、神を倒し、そしてラリフォーマもう一度。ただそれはちょっとどうなん？まあ、眠らせられた強方だな。はい、これでさらにコアトルを封じる。ナイス。さあ、そして、あと、2回行動すれば、さすがに倒せるか、ジゴデインで。まあ、ガンガン行かせてもらうか、じゃあ。で、ジゴデイン使って、1000行けば多分勝て、ナイスすぎる。エグすぎる。やばい、こいつ。めっちゃ暴走する。やっぱ、ムドウさんなんだよなって。さあ、続いては、ダークドレム&アルミラージ。ちょっとアルミが怖いね。アルミ怖いから、これはもう、両身代わりでいいんじゃないか？アルミラージで、ムドウが動けなくなるのが一番嫌なんで、ディトレアムさんは最悪なんとかなるから、ジゴデインで一回やって、ラリホーまでどっちか眠らせたら結構でかいけどな。どうだ？さあ、まずは身代わりでアルミラージが1回だろうが2回だろうが絶対にムドウには届かない。よし。大丈夫だ、オッケーオッケーオッケー。確実にな、ジゴデイン暴走ナイス！偉すぎる、マジで。よしよし、ダブル暴走偉すぎ。アルミラージ行かないか。まあ、お邪魔虫とか持ってそうだもんな。ただ、ジゴデインでアルミラージを突破したいがどうだ？ね、ないで。ナイス！ジゴデイン、行ったれ！やっちゃえ、日産。よし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 。ナイス、さらに眠ってるから動けないようだね。あれれ？完全試合と言っちゃおうか。我々が一人もやられることなくあなたを倒してみせる。いてつくくらいじゃあやられねえさ。さあ、インテ。こっから賢さ上げるから、全くいてつくも関係ない。そして、ジゴデイン発動。さあ、いや、ちょっと火力低い。頼む。まあ、さすがにそううまくはいかないか。ただ、まあ、うちにはね、まだまだ、奴の足を引っ張ることができる。レディモツタイプ発動ですね。さあ、奴は次のターン一度も動くことができない。これは熱すぎる。で、まあ、まだあってでいいかな。もう動かないことは確定しているんで。さあ、どんどん行っちゃおうぜ。440。からのさらに15で一応、まあ、300くらいだけは十分よ。オッケー、対戦ありがとうございました。やばい。ムード楽しすぎる。一人二役できんの偉いね、本当に。さあ、続いては、ベビーパン&リーズレットワルボー。どうだ、これは休みにされるか？どうだ、ワルボーとかが休みにされにくいという可能性にかけて身代わりしまくって、インテ使っちゃっていいかな？うん。身代わりでいけると信じて。ま、そうね。怖い。で、リーズレットも、まあ、大丈夫でしょう。そうだな。で、一応身代わりになったことによって、奴もデニボツタイプ持ってるんで、それがちょっと痛い。だから、できれば一発で仕留めたい。どうだ？絶対レード。まあ、悪棒多分やられちゃうよな。休みなるんかい。まあ、行ってこい。まあ、倒す。99やばい。ただ2回行動なんで、1回くらいじゃ大丈夫。次のターン動ける。攻撃でやられる。ナイス！デニボツタイプナイス！いいぞ、いいぞ、いいぞ。よし。よし。今んとこお互い、あんま変わんない状況ね。状況としてはほぼ一緒。お互い根荷物やられてる。ただ、ジゴデインインテで一気にやっちゃおうって話をさ。消えた分の賢さを取り戻す。いてつく。まあ。使わせたと考えたらいいんじゃないの？逆に。ジゴデイン。いや、ラリフォーマーは意味なかったのかな？使ってほしかったけど。はい。はい、耐える。ナイス。ここ耐えたの偉いね、本当に。よく休みにならなかった、マジで。マジで状態性一個もつけてないからさ、怖すぎる。状態性一個もつけてないの怖すぎるけど、もうそんなところに目向けてたらさ、やってられないっすわ、うち。さあ、インテでもう一回賢さ上げて、行ってこい。マヒャデドスくらいだったら大丈夫でしょ。賢さ高いから、オーケー、耐える。ジゴでインテ来い。どうだ？素晴らしい。
やっぱ賢さアップ付きの自己デインだったら900いくよな。無道の賢さの高さがマジで偉すぎる。さあ続いては、これもまためんどくさいぞ。ジバルンマですよ絶対。ホエルロードで、他の2体はリーパッドとマルボというお互い同じ編成となっているけど、まあ、どっちの魔法が強いかっていうところを見せていこうか。まあ、ただそうなんだよな、ジバルンマだった場合はあれなんだよ、こっちの道連れができなくなっちゃうんで、それが結構手痛い、貫通されちゃうからね身代わりが。だからもうこれはマダンテで、とにかくやつの身代わり範囲で自己デインで一気に決めるしかない。大丈夫かな素早さ、身代わり、とりあえず絶対身代わり使うだろうから、ここをとりあえずゴリ押し突破、マダンテのゴリ押し突破、それしかない。行ってこいマダンテ。オッケー、まず一体撃破で、ワルボーのマダンテで倒すと熱いけど、どうだ、まあ、900、え、なにそれ、ザラキ、あ、でも大丈夫、怖い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 、やばいやばいやばい、じゃ、まあ大丈夫大丈夫大丈夫、リリパッドを、封じるで、オッケーオッケー、そうだそうだ、二人分だもんな。あ、なんか結果的にラッキー、よかった、ジバルンバじゃなくて、ジバルンバだったら結構危なかったよ。オッケーオッケーオッケー、よし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 、で相手動けないか、ちゃんとラリフォーマー使わないでくれてありがとう。で自我、自己デイン使って、とりあえずリリパッドあったのかな。でホエルロードが生き残りそうな気がするが、どうだ、いや両方倒したいできれば、やだー、あぶねー、よかった倒せて、いや多分リリパッド1残りとかだったでしょ、あぶねー、ギリギリだった。さあ次でラストにしようかな。なるほど、面白いじゃん。まあ、今回は魔法は使わないでおいてやるよ。さあ、ムド、お前の永遠の眠りに奴らを道連れにしてやれ。とにかく眠り攻撃をこの子は持ってるんで、ムドは偉い、本当に。あの、眠り攻撃っていう特性持ってるんで、物理攻撃した場合、眠らせられるんだよ。だから、ラリフォーマが使えない場合でも眠りにできる。まあ、とりあえず身代わりの、あと、まあ、もろもろでとりあえずいい感じになって、バイシオン使って攻撃能力を上げて、あとは、とにかく殴れ、賢さとか関係ねえ。あ、待って、ラリフォーマいけんのか、あ、そっか。ラッキー。ハッピーハッピーハッピー、よしよしよし、いいぞ。そっか、属性が効かないだけだからいいのかいいのか、よしよしよし、だったらうちらはやることはただ一つ、殴れ、もう火力はこれしかないから、自業でいいも多分効かないでしょ、だからもうとにかく殴れ。そしてまあそうね、一応ルカナン使っとく、そうな、まあ癒し鍋使っとくか。で、バーストナイス、 HP 減ってる分はこれで回復できる。で、1ターンで癒したはず、ハードもナイスすぎる、マジでありがとう。で、次からルカナン使おうか。よしよし、眠り攻撃、眠り攻撃、いいぞいいぞ、ラストスタンド。ってなると、これリリパッドでアタックしちゃっていいんじゃないの？で、まあ普通に行くか。で、そうね、メタルスライムを眠り攻撃でいい感じにすると。さあ、ルカナナイスありがとう。ただ発動しない、攻撃、ナイス開始、ナイスナイス、いいぞいいぞ、マジでいいマジでいいマジでいい。眠り、これが眠りの力なんだよ。メタル系の弱いところが出たようだね。さあ、眠れ、とにかく眠り続けんだ。これが無道の強さ。行ってこい、殴れ殴れ、とにかく殴れ、無道。物理アタッカーとなったムドウさん、さすがです。さあ、まあルカナン使ってまた守備を下げさせていただこうかな。下がんない、ただ行ってこい、眠り攻撃の時間ない、いけい、止まるんじゃねえ。対戦ありがとうございました。最高の試合だった。以上、原作再現眠りムドウでした。ありがとうございました。